2024年に F-35B 戦闘機が航空自衛隊へと納入される中、護衛艦いすもとかが、への改修工事が急ピッチで進んでいる。今回は、海自護衛艦改修工事計画最新情報を詳しく見ていきます。鹿児島の新田原基地に所属、馬毛島の基地計画で、南西諸島の動きが活発化、中国恐れる。2023年時点で、海上自衛隊が保有する最大の大きさと排水量を誇る、ヘリコプター搭載護衛艦、DDH イズ、モモ型は、1番艦、イズモ、と、2番艦、カガ、の2隻が存在するが、回転翼機以外に、固定翼機の運用を可能とする、改修工事が進められている。ここで言う固定翼翼機とは、アメリカは、ロッキード・マーチン射射製の F-35 ライトニング2の B 型のことを指しており、短距離離陸、垂直着陸が可能なストブル機を同艦で運用可能とし、事実上の軽空母としての運用を行うためだ。まず、出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、1番艦である出雲が2012年1月に寄港され、2013年8月に進水、2015年3月に就役を行い、神奈川県の横須賀基地を母港とする第1護衛隊軍第1護衛隊に配備された。続く2番艦の加賀は2013年10月に寄港され、2015年8月に進水、2017年3月に就役を行い、広島県の5基地を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊に配備され、いずれもジャパン・マリン・ユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場が建造を担った。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0m、最大幅 38.0m、深さ 23.5m、喫水 7.3m の艦体を持ち、もともと、全通式の飛行甲板を装備している。これは、前級にあたる DDH のヒューガ型の、ヒューガ、伊勢の2隻に続くものであり、搭載する回転翼機の運用効率を最大化する目的があったが、その全通式の飛行甲板の採用は、当初は日本国内でも航空母艦ではないかと、反対派から、激しい非難が浴びせられた。そうした非難の根底にある論拠とは、これまで、太平洋戦争後の日本政府が、自衛隊において保有をしないと、説明してきた、3種類の兵器の具体例に反するというものであり、いわば攻撃的な兵器に該当するとしたものだ。当時から、日本政府は、専守防衛を旨とする自衛隊においては、攻撃的兵器の保有は行わないと、説明してきており、それは、大陸間弾道弾、戦略爆撃機、航空母艦が当たると例示され、単純な文言を見れば、確かに航空母艦が含まれている。しかし、日本政府が、あくまでここで例示した航空母艦とは、攻撃型のものであり、いすも、型ヘリコプター搭載護衛艦に、航空母艦化改修を施しても、攻撃型には当たらないという見解を示し、政治的には、この解釈で通している。ただし、こうしたこれまでの日本政府の姿勢は、あくまで、1950年代の旧ソ連側陣営とアメリカ側陣営とによる、冷戦構造下で行われた国会答弁に、端を発しており、切れから、実に、70年以上の月日が経過し、兵器のくくりにも齟齬は、生じているだろう。大陸間弾道弾とは、長距離攻撃が可能な弾道ミサイルのことであり、確かに、現時点でも、日本の自衛隊は装備はしていないが、長距離攻撃が可能な兵器という観点からは、今後は、トマホーク巡航ミサイルや人に意識地対艦誘導弾の能力向上型等が配備される予定だ。まあ、当時も今も、
大陸間弾道弾といえば、核弾頭を搭載可能な核兵器をイメージしたもので、ある程度の長射程を持った巡航ミサイルが配備されても、全くの別物という見方も成り立つが、長距離攻撃の手段を有する点では似た兵器ではある。また、戦略爆撃機に関しても、確かに、現時点で、日本の自衛隊は、保有も予定もない状態ではあるが、戦闘機に、搭載可能な、長射程なミサイルの装備が実現すれば、その代替手段となり得る時代であり、こちらも微妙になりつつある。そうした視点から、俯瞰してみた場合、進歩を続ける兵器の種類や性能を、かつての基準に無理やり当てはめて、自主規制をすることは意味をなさなくなりつつあり、個人的には、もはや政治的な範疇での議論にしか過ぎないように思える。さて、そんな状況下でのイスモ型ヘリコプター搭載護衛艦だが、航空母艦化の改修工事は、各々が2段階に分けて実施される運びとなり、イスモは2021年6月にその第1段階を終えて、今は実戦配備に復帰している。イスモは第1回目の航空母艦化改修工事では、主として全通式の飛行甲板への耐熱工事と F-35 ライトニング2の発艦用の目印となる黄色いトラムラインと呼称されてているものや、誘導灯が設置された。出雲型は、その全通式の飛行甲板上に、もともと、回転翼機5機を同時に発着艦させることが可能なスポットを備えていたが、今回の耐熱加工工事は、その中で、後方の4番目と5番目の部分に施されており、F-35 ライトニング2の B 型の排気熱に対応したものだ。すでに、2021年10月に1度目の航空母艦化改修を終えた出雲は四国の沖合の海上においてアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型2機を用いた発着艦テストを成功させており、改修工事が順調に進んだことがうかがえる。ここで出雲に対してアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型がその初の発着艦テストを行った理由は、未だ、日本の航空自衛隊には、同期の配備が間に合っておらず、物理的に、アメリカ軍の支援を仰ぐしか、方法がなかったゆえだろう。この時に用いられた、アメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型は、通常は、山口県の岩国基地に駐機している機体だとめされ、これらは、長崎県の佐世保に、2019年末から配備されているアメリカ級教習揚陸艦の1番艦、アメリカを母艦としている。それを考慮すれば、このアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型が、出雲への発着艦テストを成功させたことは、同艦の航空母艦化改修工事の進捗を確かめるのみではなく、日米での相互運用の確認という意図も感じられる。そして、2022年3月からは出雲型の2番艦、加賀の航空母艦化改修工事が開始されており、こちらは、ジャパンマリンユナイテッド社の5事業所にて実施されており、出雲の1回目改修に、さらに内容をプラスした形で進行している。最も大きなその内容といえば、加賀には、1回目の航空母艦化改修工事において、全通式の飛行甲板の拡幅工事が盛り込まれている点であり、こちらは2023年度内に完了予定だが、すでにこの部分は2023年4月に変更した状態が確認された。何らかの都合で、一旦ジャパンマリンユナイテッド社の5事業所の工事用ドックから出た加賀は、艦首部分の飛行甲板がアメリカの強襲揚陸艦等のようにスクエアな形状に改められていることが確認され、それだけで印象がかなり変わったように映った。
今後の2回目の改修工事については、出雲が来年2024年度に着手され、2026年度内での完了が見込まれており、加賀は2026年度に着手後、翌2027年度内には全て完了する予定だと召されている。そして、肝心の出雲、片越栄冠の待望の艦載機となる F35 ライトニング 2B 型の機体の方だが、来年2024年度から、宮崎県の航空自衛隊新田原基地への配備が計画されており、現状では、総数で42機を調達する見込みである。つまり、航空母艦化改修が完了した後の出雲、片越栄冠は、艦艇は、従来通りに、海上自衛隊が運用し、収容させる F35 ライトニング 2B 型の飛行隊は、航空自衛隊が運用する形式であり、両隊による共同運用が行われる。こうした体制をもって、出雲、片越栄冠の航空母艦化改修をあくまでも貶めたい側では、その運用体制そのものに無理があるかのような指摘を行っていることも散見されるが、アメリカやイギリスとてそうした対応は見られる。まず、アメリカは、母艦たる強襲揚陸艦は、海軍が運用し、艦載機たる F35 ライトニング 2B 型は、海兵隊が運用する形であり、イギリスもまた、母艦たるクイーンエリザベス級航空母艦は、海軍、F35 ライトニング 2B 型は、空軍が運用する。艦艇、艦載機としての F35 ライトニング 2B 型ともに、同一の組織で運用する形となっているのは、現状イタリアの航空母艦、カブールの一例しか見当たらず、多分、今後も、その例が増えることは、考えづらい。なぜならば、そもそも、F35 ライトニング 2B 型の導入を確定させているのが、アメリカ、イギリス、イタリア、日本、シンガポールとわずか世界で、4カ国しかなく、そのうちで、シンガポールは、艦艇での運用は想定されていない。